間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。前回、バイオリンの表板が薄くて、弦の張力に耐えられない場合、どういったところに兆候が現れるかというようなお話をいたしました。少し分かりにくかったかもしれないので、もう一度ご説明をさせていただきたいと思います。見ていただきたい部分は、ここの部分とここの部分の高さの差です。こことここですね。これがもし表板が薄かったり、ここのアーチが平らな場合、この弦の張力、弦を支えている駒、それがここに力を加えてますので、力が加わった時に当然この部分だけが下がってきます。こちらは高いままになっていて、ここだけが下がるというような現象が起こってきます。それがもし楽器が作られて数年の後、2、3年とかの間で起こってしまっているとすれば、板が薄いか、このアーチが足りないか、そしてその楽器を使い続けることによって、もっと変形が進んでしまうことが、考えられます。ですから音の響きが良いと言っても、それは板を薄く作られてすぎてる、あるいは材料が柔らかすぎるなどの問題点が考えられますので、選ばない方がよろしいのではないかということを申し上げました。もう一度申し上げますと、ここの高さとここの高さ、その差ですね。こう触った時に、段差を感じる。こちらが下がっている、こちらが高い、そのような場合は弦の張力に板が耐えられなくなっているというようなことが考えられるわけです。もちろんこのような200年300年と経っているような楽器の場合は、多かれ少なかれやはり年数によって木が変形してきていることが考えられます。もちろんそれを修復した楽器もあるわけなのですが、100年、200年、300年という中では、当然この張力によって多少の変形が起きて、ここに段差が生じるというのは、ある程度は許容すべきではないかと思います。ですから私が言いたいのは、新作楽器でできて数年にもかかわらず、そのような現象が起きている楽器、それはどんなに音が良くても耐久性の問題として、ちょっと危険ではないかということです。